人生に意味が見出せない人、友達とうまくいかない人、全員うまくいきます。結論から言うと答えはたった一つですね。どうしたらいいのか、たった一つ、このメッセージだけ持って帰ってください。学校つまないと思う、くだらねえと思うんだよ。俺も思うんですけど、学校って素晴らしいのよ。っていうのは本当に今しかないから、どうしようもない学生だったんですね俺は本当に。それもね、もし物事の2つ先を考える力があったら、レイ、お願いします。僕はですね、今ご紹介いただいた通り DJ という仕事をしてます。で DJ はね、洋楽を使ってね、僕はねそれをコントロールしてお客さんに聞いてもらってみんなを喜ばせるみたいな仕事なんですけど、そこはね難しいんで今日はねあんま話しません。ただ僕はねこの DJ というのを17歳から始めて、今33ですけど16年ぐらいやってて、いつしかね日本代表みたいに言われるようになって、海外のね有名なアーティストが日本に来る時とかは、僕がその前にやってねサポートをしたりとか、そんなことをしています。多分みんなが聞いたこと、洋楽ね聞いたことある人がいたとしたら、好きなアーティストの人の、オープニングとかもね僕がやったりしてるかなと思うんで、気になる方はぜひ調べてみてほしいと思います。でもまあ今日はちょっと難しいんでその話は、しませんということですね。で一番最初に、みんなに、言いたいことがあります。人はね、忘れる生き物っていうのは知ってますか？人は忘れる生き物、まあ、何のことだって感じなんですけど、人は聞いた物事を20分で 40% 忘れます。で1時間で 60% 忘れます。だからもうびっくりするぐらいねいい話だったわーって思っても、今日僕の話を聞いてね、4時ぐらいですか、もう完全に半分忘れてます。なのでそれだと時間がもったいないということで、アウトプットをしながら聞くとね、忘れ物がなくなるんですよ。みんなの物忘れを防ぐ方法から僕は最初に教えたいと思います。なのでこれをやりながらみんな今日聞いてください、ね、その方法は、人に教えようとこの後思いながら聞くことですね。例えば今日この話ね、翼が言ってた話面白かったから、お父さんとお母さんに話しながらちょっと帰ってみるかとかって思いながら聞いてもらうと、忘れないんですよ。忘れ率がめちゃめちゃ下がります。あと、心の中でつぶやくことですね。僕が言った言葉でこれだけは持って帰りたいわって思う言葉は、心の中でつぶやいてください。そうすると忘れ率が格段に下がります。あとは汚い字でもいいんで書いてください、殴り書き。それするだけで、格段に忘れ物がなくなります。これみんなの授業とかにもめっちゃ聞くことなんで、ね、クソつまんない授業とかあったとしても、じゃあしょうがない一応聞くかって書いてると全然忘れないんですよ。これみんなはね今嘘つけって思ってる感じの視線がすごいんだけど、本当にそうなんですよ。なのでやってみてください。僕これね学生時代にもしこの手法知ってたら完全にオール5レベルのすんごい手法なんですね。なのに学校はなかなかそういうことを教えてくれないんで、まずそこからね、僕みんなに教えたいなと思います。これはね速攻やってみて、なのでもうつぶやきながらね僕の話聞いてほしいんですけど、で、本題です。今ね、皆さんは中学2年生なんですけど、一番幸せなね時代に生きてて、そのと同時に最も困難な時代に生きてるんですね。これは何でかというと、ここにねみんな20人ぐらいいると思いますけど、その皆さんは、今ねどうやって何の仕事しようかなとか、これからどんな未来が待ってるかなって思うと思うんですけど、この教室の中の半分ぐらいの、お友達がですね無職になります。職を失います。それは何でかというと機械に取って代わられるからですね、スマホですね、パソコン、タブレットもそう、そういうものに取って代わられると言われてます。具体的に言うと、ここから向こうの10年で 49% の仕事がなくなると言われてます。でみんなが就職するときはちょうど8年から10年ぐらいですよね。なので、みんなのお仕事がね大変になってしまうと、これはやべえということで、僕が今日ねみんなを助けに来ましたんで、今日この話を僕のね話を最後まで聞いてもらうと、みんな無職にはなりませんので、ぜひね最後まで集中して聞いていってもらいたいなと思います。はい。で具体的にどんな仕事がなくなるのか、銀行員とかですね確実になくなると言われてます。10年でもうなくなるだろうと。でも僕の学生時代の時は、銀行マンになるって言ったらね、おすげえ、じゃあもう硬いねみたいな感じだったんですよ。でも今銀行マンになるって言ったらもうかっこ笑いぐらい厳しい時代だと言われてます。で、例えば他はホテルのフロントマンとかですね、受付も今までだったらねいらっしゃいませありがとうございましたっていう人がいてね気持ちよく帰ったりしてたんですけど、これからはもうこれ一発なんですよ。こいつがあれば
もうタブレットがあればもう全部ポン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 、めんどくさいことやってね、あとはじゃあねとチェックインしてチェックアウトみたいな時代もなってるんですよ。僕もいろんな地方行くんですけど、あのホテルがねもう自動チェックインチェックアウトシステムみたいなのあって、受付いないんですもん本当に。もう呼び鈴ポーン鳴らすとね、奥からねなんかこんなおばあちゃん出てきてね、はいはいはいみたいなテンションなんですよ、ホテルですよみたいなことになってるから、徐々にそういうね受付のプライオリティというのが下がってきてるみたいなことで、どんどん皆さんの食の幅が狭まっていきます。だけども僕は今日それをね、救う方法を教えますんで、最後まで聞いててほしいと思います。でね、結論から言うと答えはたった一つですね。どうしたらいいのか、たった一つ、このメッセージだけ持って帰ってください。物事の2つ先を考える力を養ってほしいということです。今日僕のねこの15分20分喋りますけど、この一文だけ覚えていてください。物事の2つ先を考える力を養おうと、どういうことだと、何を言ってんのお前はっていう感じですけどもね。でその物事の2つ先を考える力、じゃあ何なのか今具体的に僕が答えを教えます。じゃあこの中で勉強嫌いな人手を挙げてください。全員嫌いだね、さっきから全員嫌いなんですけど、そんなもんそんなもんだったっけ学校って。まあ、僕も大嫌いなんですけど、で、まあね、勉強嫌いな人いると思います。じゃあ嫌いな教科をみんな叫んでください。せーの、数学、英語。やっぱ数学と英語嫌いだね。数学と英語すごい嫌われてるね。さっきから全員そうだよほとんど。でちなみにごめんなさい、僕は英語めちゃめちゃ得意だったんでちょっとあれなんですけど、じゃあ例えばね、じゃあ英語、さっきも英語出たんですよ、なんでここに書いてます。2つ先を考える力、1つ目しか考えられない人は英語の授業やだな、これ作業なんですよ、英語の授業を受けるという作業をね、これはもちろん嫌に決まってますよ。俺も数学やばかったのよ、本当にみんなに言ったらもう爆笑されるぐらいやばかった、後で言うけど。なんで数学ね、やばいと、数学なんか授業受けたくねえ、これ作業の話ですね。で物事の2つ先を考える力を養っている人間はどう考えるか、もしかしたらだよ、英語の授業嫌だけどこの奥にある英語を使えるようになったら友達めちゃめちゃ増えんじゃねえかな。なんでかっていうと、これがオリンピックとかパラリンピックとか来ますよね、みんなの近くのマックとかコンビニとかめちゃめちゃ外国人の方いません？そういう人たちと友達になれんじゃねえかとか、もし男の子だったらね、女の子だったら、もうお金持ちと結婚してください、それで終了で大丈夫です。男の子はね、自分のお金持たなきゃいけないわけよね、大好きな嫁とね子供を食わしていくぞとやっていかなきゃいけないわけよ。まあ今そういうのセンシティブな年齢かな、わかんないけど、でそういう時代なのね、これからそういう風になってくるんだけど、それ養うってなった時に、日本人のね1億5000万ぐらいの人ですか今人口ね、多分ね、俺勉強しないかわかんないんだけど、1億5000万ぐらいでしょの人相手するよりも、世界中のね英語を使って、だってこれ一つでさ、日本にいながら外国人の人と仕事できるんだよ、めちゃめちゃいいじゃんとかって考えられるようになるのが物事の2つ先を考えるということです。例えばじゃあ今ねちょうど言ったんで言いますけど、僕数学ね高2の時、5回テストがあります。合計62点ととんでもないと思うんですよ、嘘でしょって引いてるよね、そうドン引かれていいんですよ。なんですけどこれね、僕一生懸命数学の授業聞いてたんですよ、でねバー全部答える、全部で2点とかありましたから、全部間違ってるけどかわいそうだから2点やるみたいなことがあったんですよ。で、とんでもないことだったね。でその時に僕は数学を諦めたっていうのは、みんなも思うと思うけど、英語なんか使わねえよ、下げんなよとか、数学なんか必要ねえんだよって思うと思うんですよ、俺も思ってたんですよ。でもその時に僕が物事の2つ先をね考える力があればね、数学これからパソコンのスキルには絶対必須だなとかね、プログラミングとか必須ですよねとか、僕みたいに経営者、経営すると細かいね金額の出し入れとか、従業員の給料とかね計算しなきゃいけないんですよ。それを養う力を今のうちから持てたんじゃないかなとかさ、数学を諦めなきゃよかったなって僕33だと思ってんのよ、アホじゃん。でもみんなにアホになってほしくないんですよ。だから、こういう物事の2つ先を養う力、まずそういうところで超有効なんですね。はい、でこのね、物事の2つ先を考える力っていうのは僕も、自分ね会社をやってるんですよ。で今ね、ワンライフっていうワンちゃんを幸せにするためのドッグリゾートっていうのを経営してます。でそこでよく言ってるんですね、トリマーさんとかみんな知ってる？トリマーってさ、犬の髪切るしてるじゃんとか、ペットホテルで犬のお世話する人っているんですけど、その人たちにあなたの仕事は何ですかって僕聞くんですよ。そうすると、大体バカはですね、犬の髪を切ってね毛を整えて綺麗にしてあげるとかね、
あの飼い主さんがいない間にねお世話してあげるんだとかって言うんですけど、それバカなんですね。1個先しか考えられてないんで、2個先考えられる人が絶対にこの世の中でこれから活躍していきます。じゃあ例えば2個先を考える人がどういう発言をするかっていうと、ね、ワンちゃんをねより可愛くすることによって、家帰った時に飼い主さんたち喜ぶじゃないですかね。犬好きだった人は分かると思うけど、可愛いってなるでしょ。でそしたら家庭が円満になるわけですよ、ハッピーにね。それを作ってる仕事ですとかって言えるのが物事の2個先を考える力なんですね。で例えばじゃあ、動物で言ったらそれです。で、数学で言ったらさっきのことですね。で、みんながね、これ今日聞いて帰ったらこんな大人にはならないと思うんですけど、僕の周りにですねどうしようもない大人がいますね、結構。でどんな大人かっていうと、あれなんですよ。例えばね、会社に毎日ね朝から行って、なんかわけわかんないぎゅうぎゅうにね、電車とか詰められてとか1時間かけて通勤して、こんな人生だるいわって言いながら、で残業してもね残業代も出ねえわとか言いながら家帰っては、お母さんにね当たるわけですよ。まあ、そんなお父さんとお母さんじゃないことを願うんですけど、当たってね、でもふざけんなこのうちの嫁はよとか言ってる人もいるんですよ、僕の友達で。どうしようもない大人が。で、その人っていうのはどうしてこういうことになったかっていうと、想像力がないんですよ。想像力っていうのは物事の2つ先を考えると、想像力はつけることができるんですね。相手の地点に立って物を考える想像力がつくことができます。なので僕は今日ねそれを、ワンメッセージとしてたった1つこれだけ持って帰ってくれって言ってるんですけど、そういう人たちはですね、大体自分の行動に責任が取れない人が多いんですね。なので自分でね行く会社も決めて、じゃあ俺はこの会社で働くわって決めてんのに、でお嫁さんもね自分でね愛してますってね結婚してんのに、なぜか、何年かしたらですね、お前とこういうつもりじゃなかったわみたいなことで言ってるんですけど、そういうやつっていうのはね大バカですね。自分でこう自分の責任を取れないんですよ。だから自分で自分の顔に泥をかけてるのと一緒なんですね。なので、みんなにはぜひね今日から自分の人生を生きてほしいというメッセージも僕はそこに、付け加えたいんですね。で自分の人生を生きるためにはどうしたらいいかっていうと、さっき言った物事の2つ先を考える力、相手の地点に立って相手の気持ちを想像する力ですねっていうのが、必須になってくるということです。例えば、吉田ちゃんですね、吉田さんが加藤さんに、なんだろうね、わかんないけどシャーペン貸してくんないって言ったとしましょう。でも僕が加藤さんだったらですよ、シャーペン貸してくんないって言われたら、その本当の理由なんだろうな、本当にシャーペン貸してほしいんだったらそれでいいんですよ。だけどこの間喧嘩しちゃってなんか話するきっかけつかめないからシャーペンなんか借りたくないけど借りようみたいな時ありません？ないね。ないけどあるんですよ世の中ね、そういう時あるんですよ本当に。例えば好きな子にね、ちょっと俺なんかドッジボールでね顔面に、好きな女の子にね顔面に当てて大丈夫みたいにしてスキーアピールするみたいな、ちょっと痛い子だったんですけど、小学校の時よ、小学校の時よ、ただ大人になってから大丈夫だけど、そういうやつだったんですよ。でそれとかも当ててね、その先に本当喋りたいから当てんのよ。なんかだけど普段喋れないんよ、もういや別に俺あいつは河合さんは別にどっちでもいいわみたいな感じになってんだけど、河合さんのことは大好きだからドッジボール顔面当てちゃうんですよ。でごめん大丈夫って言いたいからそうやってるとか、それも、物事の2つ奥行ってるじゃないですか。ドッジボールで顔面に当てたいから当ててるわけじゃないんですよ、喋りたいから当ててんの。いや、 やばいけどね、やばいやばいんだよ、そうやばいんだけど、でも本当そういうことなんですよ。だからそういうことですね、簡単に言うとそういうやり取りでも、あれ本当はこのタイミングでシャーペンなんか必要ないはずだよなっていうのを考えてあげると、相手のために立って相手の地点に立ってね優しくなれるんですよ、人にっていうか物とかにね。これは日常生活で使える物事の2つ奥を考えるっていうテクニックです。で仕事とかね、自分の勉強とかでも全く同じ、2つ奥を考えてほしいよっていうことですね。はい。でじゃあまたみんなにちょっと質問なんですけど、クラスで人気者っていると思います、学年にも人気者っていると思うんですけど、そんな人にみたいになりたいなみたいな人、思ったことある人います？なんか俺もなんか人気者になりたいわみたいな、まあ、手挙げづらいわな、なのな、ね、なんですけど思うはずなんですよ。僕も例えばねサッカー部のエースでさ、めちゃめちゃモテてさ、そいつのためにマネージャー5人入るみたいなさ、だからよくわかんないことやってた人とかいたんですよ。そういう人に なりたいな、いいなとか思ってたんですけど、結局ねそれって一時的なものなんですよ。
誰かのことを憧れたりしてその人を真似るのはとてもいいことだと思うんですけど、その人の人生になり変わることはできないわけですよ。なので結局みんなここに今胸にね名前書いてますけど、この名前でね自分自身で生きてほしいっていうことなんですね。で、このね、自分自身の名前で力強く生きることをなぜ大事か、これが最初に話したことに、戻ってきます。今まで例えば銀行マンね、 UFJ とかね、みずほとかなんか入ったら安泰とかなってますけど、マジでこれ10年で消えるって言われてるんですよ最近。っていうぐらい急激に時代が変わっていく中で、みんなは就職活動とかね将来を決めていかなきゃいけない、昨日まであった仕事が今日ないみたいな時代が10年後に来るんですよ。みんなが、ね、大学卒業するぐらいだからそんぐらいですよね。8年から10年ぐらいでそういう風になるんですね。なのでそのためにはその自分の、ね、名前で強く生きるっていうことをぜひしてほしいと思います。はい。でね、その時にね自分自身で決めた道に文句を言わずに、いや俺が決めたんだからとか私が決めたんだからこれは自分でやりきるぞっていうのをやってほしいんですね。でその時に壁が絶対来ます。壁に当たった時は物事の2つ先を考えてください。1個だけだとその壁にやられちゃうんですよ。でもこの壁を乗り越えた時に何が得られるかっていうことを考えられる能力を今日みんなねもうすでについてますんで、この15分ぐらいでね、これでもうさっきまでと全然人違うんで、なんかあのなんだろう、ドラゴンボールの世代じゃないと思うけどスーパーサイヤ人みたいになってるんで、みんな聞いてるだけでね、あとはこれを実行してみてください。帰った時に、お父さんとお母さんに話すのでもいいし、もう今日今から隣のお友達にじゃあ2ステップ先を考えてどういうふうに今まで考えたのかなっていうのとかも考える、相手の想像力に相手の地点に立って想像力を震わすっていうことですね。これを今からね早速やってほしいと思います。で、この中でですね、学校つまんねえなとか勉強マジくだらねえなって思ってる人います？いるんかい。いいね、正直者でいいと思いますよ。そういう人っていうのは、ちなみに僕もそうでした。高校の時にあの英語がねめちゃめちゃ得意すぎて、高2とかの時にもう大学卒業レベルの英語を僕はもう頭の中に入ったんですよ。で僕 DJ やってるじゃないですか、17歳なんで DJ やってたんですよその時ね。で洋楽をかけるんですね。みんなあんま聞いたことあるかな、洋楽って、あの洋楽をねかけるんですよ普段ね。だからそれを、リピーターアフターミーみたいなカチャンって英語の先生持ってくるでしょ、こういうの、こういうカセットに俺職員室に忍び込んで毎回自分で作った洋楽のテープを入れてたんですよ。そうするとね、お、なんだこれは、なんだこの怖い曲はみたいなんですよ。僕ヒップホップとか R&B っていうちょっとねあのゴリゴリな音楽が好きなんで、あのなんだこれはとかなってんのをめちゃめちゃ爆笑して楽しむみたいな、どうしようもない学生だったんですね俺は本当に。だからみんなにこんなところでね偉そうに喋ってる場合じゃないレベルの学生だったんですよ。なんだけどそれもね、もし物事の2つ先を考える力があったら、今ね英語はその人はつまんないかもしれないし学校もくだらないかもしれないんだけど、その先考えてみ、自分が到達したいことが今なくても、例えば今せっかく得意な英語だったら、この時間を無駄にしないで何か自分の学びに変えることはできないかというところを考えてほしかったりするんですよね。だから学校つまんないと思う、あのくだらないと思うんだよ俺も。思うんですけど学校って素晴らしいのよ。っていうのは、学校のね授業自体は別に俺はどっちでもいいと思ってるんです。だけどこうね、こんな気の合う仲間と同時にね25人とか、まあ、最悪200人ぐらいかとかとね一緒にいれる時間って本当に今しかないからっていうのを大事にしてほしいです。っていうのを考えられるようになると、学校のねこの時間、まあ、例えば勉強が嫌だったら、勉強は嫌だけどみんなといる時間大切にしたいなとかさ、私は学校勉強は苦手だけどとか、もしくは勉強が得意すぎてくだらないけども友達といる時間は大切にしようとかさ、そういうふうにどんどんね見出していけるようになるんですよ自分の可能性を。っていうことをねぜひやってもらいたいなと思います。で今ちょっと言いましたけど、あの学びって僕言いましたね。で、あの学びと勉強っていうのは全く違うものだと思って、よく学校でね学び屋っていうの知ってます？卒業すると学び屋に帰って、俺もさっき言ったんですよ、久々だな学び屋って言ったんですけど、俺学校の時学んでないんですよね。っていうのは勉強しかしてないんですよ。でそれ何が違うかっていうと、勉強っていうのは必要に迫られて誰かにやらされているイメージが僕すごいあるんですね。テスト勉強とかね、なんか資格を取るための勉強とかね。だけどテスト学びなんて言わないでしょ。っていうのは何が違うかっていうと、学びっていうのは自分でこれをつかみたい、この勉強がしたいって言って自分で一歩その世界に踏み込むことなんですよ。そうすると勉強と全く違うのね。だから楽しいのよ。僕もね
ずっと学校の時勉強嫌だったから勉強嫌だと思ってたわけだけど、この犬のね、あのドッグリゾートを開くって時に、じゃあ犬のプロの資格を取ろうってなった時に、こないだよ、大人になってから1日に8時間1週間毎日びっちりさ、知らない人のと考えると勉強から学びに変わるんですよ。そうすると学校がね、めちゃめちゃ輝かしいものになると思うんですね。だから勉強しに来なくていいです、学校は。学びに来てほしいなと思います。人から何か言われて勉強するっていうのはいらん、もう俺もだって意味ないもん、俺勉強は全くしてないから。なのに立派にこう生きてこれてるんですよ。僕ね、ちなみにみんなと同じぐらいの子供いるんですよ。12歳の子供がいるんですね。でこんな仕事をしてますけども、あの勉強の方全くしてない。だけど僕の子供は僕からすっごいいろんなことを学んでます。だからめっちゃ多分学校でできると思うんだよね。頭いいのかどうか知らんけど、多分人気者だと思います。っていうのはあのすごくみんなに言いたい、勉強じゃない学びをしてほしいっていうきっかけを掴んでほしいなと思います。それに大事なのはさっきも言ったけど、物事の2つ先を見る力なんですね。はい、というわけで、まあ、時間もそろそろですよね。はい、結論ですね、この物事の2つ先をね、見る力を養うと、今言いました、学校に見出せない人、意味を、人生に意味が見出せない人、友達とうまくいかない人、親がね腹立つなみたいな人、全員うまくいきますので、この想像力ですね、相手の地点に立ってものを見る想像力をぜひ持って帰ってほしいのと、多分もうみんなはねできてます。すげえ長い時間でうわだるいわって思ってるかもしれないんだけど、俺この長い時間で言ってるのたった一つのメッセージしか言ってないんですよ。全部言い方を変えて同じことを言ってるだけなんで、多分もうねだるいわのパワーで脳みそ入ってるから、だからもうさっきと今のみんなとは全然違う人間なんで、もう安心してください。はい、なので今日お父さんとお母さんにも言ってみて、あのこういうふうに言われたんだけど、お父さんとお母さんできてなくないみたいな、仲悪くないみたいな言ってみて、確かにってなってハッとすると思うから、うちの子たちもすごいなんか成長したなみたいなさ、なると思うんで言ってみてほしいなと思います。で僕最後にですね、キャッチュアドリームというタイトルで今日はやってたんですけど、全然夢の話しねえなこいつってなったと思うんですよ。で僕なんでかっていうと、夢がない人にとって夢をつかめっていうのはクソうざいんですね。いやマジうざいですよ普通に。僕もだから17の時にね、俺みたいなやつ来て、お前ら夢をつかめ、夢はすげえぞって言ってたら、はいってなったと思うんですよ。だからそれは言ってない。だけど僕が言いたいのは、その今日のね全部を通して、キャッチュアドリームではなくて自分自身をつかんでほしいということで、キャッチュアセルフという僕の中でねタイトル勝手に変えさせてもらってます。でこれはまあ怒られるかもしれないんだけど、ということでね、自分自身の人生を今言ったたった一つのテクニックですねを使って掴み取ってほしいというメッセージで、終わりたいと思います。で、最初にね、最も幸せな時代に生きていると言いましたけど、それは、これですね、3つあります。まず1つが、スマホですね、僕たちが想像してた頃の夢の世界が今みんなの手の中にあるんですよ。スマホ1つでね、いろんなことができます。で、使い方次第で殺人兵器にもなるし、友達を多分ね殺しちゃうのぐらい追い込んじゃうと思う。だけど使い方一つ変えれば友達を救う勇気になるんですね。で、みんなはねこういう話を真面目に聞けてるぐらいだから、勇気の方に触れると思ってますんで、ぜひスマホはそういうふうにいい使い方をしてほしいというふうに思います。あとは検索機能ね、情報社会ね、俺が DJ ねやりたいってなった時にね、 DJ ってどうやってやったらいいんだろう、調べます、何も出てこない、しょうがねえから現場に行くしかねえってね、あの学生本当ダメよこれ、ダメだけど、あの学校終わってね夜中勝手に抜け出してねクラブ行って、こういうとこなんだっつってさ、怖えなみたいなんで学びました。だけど今あんなことしなくていいんですよ。 DJ やりたかったら僕の YouTube 見てください。これ僕の YouTube 見るだけ一流になれますから、みたいなことがあるんですよ。なのでみんなもね、それぞれ興味がある分野があると思います。それを調べてほしい、一生懸命学んでほしい、勉強なんかしなくていい、そこを自分の好きなところに一歩踏み込んで学ぶってことをしてほしいなと。で、最後は SNS ですね。みんなもやってると思うんだけども、 TikTok とかさ、インスタとか Twitter とかあるでしょ。それを正しい使い方をすることでですね、自分自身の名前を使って、私はこんな生き方がしたいとか、こんな風に考えててなんか賛同できる人いないとかってやれば、僕たちの時代にはできなかったことはすぐできるんですよ。みんな仲間になってくれるんで、それをぜひねいい方向に使ってほしいという意味で、皆さんは最も幸せな時代に生きてます。この SNS、スマホの使い方ね、間違えなければ確実にみんな大成功できるんで、それをだけはね、持って帰ってほしいなと
思っております。では、短かったですけれども、僕からのお話は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。